みなさんこんにちは。いわき市保健所管理栄養士の木村です。半沢です。今日は唐揚げと冷凍野菜の煮物をご紹介します。冷凍食品を活用した簡単で栄養がしっかりとれるメニューです。特に年を重ねることで健康問題が生じやすくなるフレイル予防として、タンパク質を豊富に摂ることができます。それでは早速作ってみましょう。まずは材料をご説明します。今回は1人分でご用意しました。材料はメインの食材となる冷凍食品の唐揚げが3個、同じく冷凍食品の揚げなすが 40g、 冷凍オクラが 10g、 しめじが 50g、 1/2 パックです。次に調味料です。砂糖小さじ 1/2、 酒小さじ1、醤油小さじ1弱、水 100cc です。では調理に移ります。まずは鍋を用意して、冷凍唐揚げ、冷凍揚げなす、しめじ、調味料、水を入れます。次に落とし蓋をして、7分を目安に中火で煮ていきます。途中で唐揚げを返します。7分煮た後に落とし蓋を取り、冷凍オクラを加えて再度一煮立ちさせます。水気がなくなったら出来上がりです。冷凍食品を使用した唐揚げと冷凍野菜の煮物は完成です。唐揚げにはしっかり味がついていますので、調味料はお好みで調整してください。今回使用するような冷凍野菜は旬に収穫したものを素早く冷凍しているので、栄養をしっかりとることができます。いつものメニューで不足しがちな食物繊維やビタミンも冷凍野菜を加えることで手軽にバランスが補えますね。簡単おいしいおうちご飯、ぜひ作ってみてください。